ねえ、みんな見てほしい。朝からね、ピクミンをね、じゃーん、買いに行きました。ゲット、めっちゃ嬉しい。ほら、私寝坊して、気づい10時から今日お店がオープンだったのに9時56分に起きて、え、待って、ピクミンピクミンってなって、急いでピク、もう服着替えて、意外と早く帰ったからお家に帰ってきたんですけど、じゃん、かわいい、私が好きな黄色ピクミンのヘアバンドを買いました。これすごいんだよ、こうつけるじゃん、つけたらね、ほら、お花になるの、すごくない？これ、サングラスつけてたからあれなんですけど、いいね、いいね、いいね、めっちゃかわいいの。ちょっとメイクしていこうと思うんですけど、本当にかわいくて、で黄色が人気なんだって。ちょっとメイクしてないからあれですけど、頭にねお花が咲くの、ピクミンになっちゃったの。なあ、でもなんかポーチがめっちゃ欲しくて、ポーチをギリギリまで買うか迷ったんですけど、やめた。ホワイガンだ。かわいい、やっと買えたの。どうしてもこれが欲しくて、私ピクミンに、ピクミンをゲームしてるんですけど、ほらかわいい、頭にお花が咲くのやばくない？これ、前髪あった方がかわいいかもしれないんですけど、私もちょっとマメイクするから、これをゲットしました。かわいすぎる。ピクミン、ピクミンは段階があって、お花、つぼみ、お花、つぼみ、最後お花、あ、つ、あ、葉っぱ、あの、つぼみ、最後お花が咲くんですよ。なんか私何にするかめっちゃ迷ったけど、店員さんがやっぱ黄色が一番人気ですよと、黄色にするかと思って、ではちょっとメイクをしていきたいと思います。はい、化粧水はこれを使う。ピクミンになってすればいいのか。嬉しい嬉しい。でもね、めっちゃ人気だったらしい。ほら、可愛い、めちゃめちゃ可愛い、本当に。あー、お花が咲くの。やばくない？しっかり立つのやばいよ。本当にかわいい。私は黄色が好きなんですよ。黄色ピクミンが好きで、お花、そうなの。あ、でなんか上下セットで1万3000円くらいしたんですけど、そのルームウェアもめっちゃかわいかったけど、めっちゃ可愛かったんだけど、
めっちゃ可愛かったんだね。それ交換すごく迷ったんですけど、でも最近ファンの方からルームウェアをもらうことは結構多かったから。あ、松葉したの昨日なんか T シャツ買おうと思って、合わせやすい T シャツを買ったらさ、そのピクミンのさズボンもめっちゃ可愛くて、あ、ズボンも欲しいなとか思いながらめっちゃ迷っちゃったんですけど、とりあえずめっちゃ欲しいものはゲットしたから。次はこれ品質のこれを塗ります。これからお仕事なんですよ。お仕事前にもう変えたから嬉しくてルンルンです。ぬっちゃんすっぴんでも可愛いだって、嘘つけ。いや、そうルームウェアも本当に可愛い。でも私ポーチが欲しかったんよ。なんかピクミンのね、なんかね黄色ピクミンのポーチがあってね、それがめっちゃ欲しかったんだけど買えなかった。ね、SPF が強いのでこれを塗ります。角が見えませんだって。角見せるとさめっちゃ離れちゃうんだもん。わ、いっぱいとペンギンが飛んできてる。あ、てっちゃんありがとう。見てピクミン、ピクミン4で早く遊びたいな。この下地買ったけどだって。え、買った？これめっちゃいいです。ラベンダーが本当におすすめ。めっちゃいい感じの肌の白さになるよね。あと日焼け止めも入ってるからめちゃくちゃいい。昨日マッサージに行ってさ、私さ全身をさマッサージしてもらったんですよ。そしたらさ頭のさ痛さがさ本当に治って、え、本当にすごいくらい治って、まあ最近ずっと頭がねなんかガンガンしてるみたいな感じだったんだけど、めっちゃな治りすぎて怖いの今。なんかだから肩こりからね頭が痛くなること結構あるんだって。私それだったんじゃないかなと思うくらいめっちゃ頭が痛くて、なっちゃん起きてだっておはよう。熊を隠しました。でパウダーを、お休みの日はもう下地だけですね絶対に。
でそれで枕をみんなに昨日聞いたんですよ、インスタのストーリーで。そしたらなんかいろんな、本当になんか結構みんな同じやつ使ってて、ニトリのなんだっけ、ニトリの枕を使ってめっちゃおすすめされたから、今日仕事が終わったらニトリに行ってみようかなって思い中。ニトリのマイ枕だっけ、なんか、あ、ホテなんだっけ、これいろいろあったんですけど、あとはなんか髪のためにあの枕カバーを視力に変えたら髪の摩擦が減ってめちゃめちゃいいんだって。でさ、私さ Amazon プライムセールをさ本当に楽しみにさ頑張ってきたのにさ、 Amazon プライムセール忘れちゃってて、だってスケジュールにも書いてたのに、結局 Amazon プライムセールが終わってて気づいたら、最悪。だから普通のお茶買ってしまった。なんかそれこそ気になってたコスメみたいなものとかも結構安くて買ってみたいなと思ってたのに最悪だ。本当に組が配信するとゾビマミが取れたの、もう売り切れだと思ってたから嬉しくて嬉しくてさ、そうですね、青ちゃんの卒コンもうすぐですね、本当に。早いよね。ちゃんのさ卒業グッズがさめっちゃさ可愛すぎて、なんか T シャツをいただいたんですよ。 T シャツをいただいたからそれをリハーサルの時とは着てたんですけど、
あの葵ってあの書いたやつ、あのここにポイントで、それがめっちゃ可愛くて、そう普通に本当になんかあのプライベートでも着れそうな感じのやつでめっちゃ可愛くていい、とっても。しかもなんか全メンバーとアクスタを撮りたいみたいな、ツーショットを撮りたいみたいな、あおちゃんの提案で。あ、1163日ありがとう。そう、みんな全員とね、あおちゃんがね2人で写って生写真とアクスタがセットになったものが販売されるんですよ。なんか嬉しかったよね、全員とだよ。だってすごい優しくないですか、本当に。考えることがなんか素敵すぎて、今までにないことをあおちゃんが全部してるから楽しかった。私とあおちゃんが組み合わさったら「やるだね」って言われたから、あのあれをしました、のピースをしました。カメラマンさんにさ、ずっとお世話になってる方なんですけど、ギャルだねーみたいな言われて、ギャルピーしました。多分ギャルピしてんのはリノとアオちゃんだけだと思う。アオちゃんがね、あのギャルみたいな感じだからね。アオちゃん若いんですよ。しかもあれ実は私物なんです、あの衣装が。そう、あの衣装は私物でして、あの自分のスカートと組み合わせました、あおちゃんのグッズを。靴も自前っていう撮影です。でも私アクスタになるのし、あ、多分どっかにグッズあるよ、私もお家に。ちょっと待ってね、私今メイクが間に合わなそうで、ちょっと今急いでます。ちょっとこれしたら前髪ができなくなりそう。あ、今日髪の毛どうしよう。なんかまつげパーマしてるから、わざわざまつげをしなくていいかなと思ってしまって、でもちょっと塗った方がいいのかな。でもなんかね、まつげの負担のことを考えてね、いつもしないんですけど、めっちゃするかもないよ。どうしようかな。ノーズシャドウはしておこう。そう、個性が出てたアクスターになってると思います。でいこう。
ちっちゃく笑ってこんにちは。ハイライトシュシュ。なんか今日はもう適当メイクですね。ちょっと一回ドライヤーします。前髪が復活しました。すごくない？ブローをしただけで水濡らして、でこのこれでくるっとしておきます。くるっとしておいてる間にアイテムを読みます。葵ちゃんありがとう。てっちゃんもあいっぱいありがとう。すごい。てペンギン
おばちゃんも似合う。キロちゃんもありがとう。トマさんもありがとう。クーもありがとう。もぐもぐパクパクも可愛いだって。でしょ、これめっちゃ可愛いよ。これつけたら最強。もピクミンになれちゃう。このリップを塗ります。え、タワーが立ってる。誰？待って待って。え、葵ちゃんありがとう。どうしたの？嬉しいです、ありがとうございます。ひのちゃん、そう、私のタワー多分初めてだと思う。え、いいの？ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いつも公演の時はうちわをね持ってきてくださってるんですよ、葵ちゃんは。そう、5期生のことが好きなんだって。ありがとう、これからもよろしくね。ありがとう。では髪の毛をしていきたいと思います。やったね、嬉しい嬉しい、ありがとう。今日はゴリゴリにまっすぐにしていきたいと思うので、また新作作りましたって。え、すごい上手なんですよ、うちは作ってくれるのが。めちゃくちゃ猪ちゃんへの初タワーってことは他のメンバーには投げたことあるんだろうね初りのちゃんが。でも結構私のルームね、初めてタワーを投げましたとかっていうファンの方がすごく多くて、そう、嬉しいです、すごく。私のルームで初めましてタワー、でもタワーとかさ投げるの絶対緊張するじゃん。しかもこのタワー夏のやつは夏限定みたいなやつじゃない？細かいことはだってそうだよね。これからもよろしくね、おいちゃん。前髪だけまっすぐにしたい場合はどうすればいいですかって。前髪だけまっすぐしたい場合は水濡らしてヘア
あの櫛でこう溶かしながらブローすると多分できます。乾いた紙にしても何にも効かないので、そう一回水濡らすことが大事な気がします。一旦水濡らしてね。なんか水濡らして癖を取るみたいな感じかな。癖取ってそれで意外と私はいつもそうしてます。今日は髪をまっすぐにしたい気分なので、ようだってよう。どうしてみんなハテナがついてるの？みんな聞こえてる？みんな聞こえてますか？なんかハテナハテナハテナだってどうしたの？なんでハテナハテナ言うの？何があったんだ？聞こえてる？そんな変なこと言ったかな今。聞こえてますだって。よかった、じゃあいいやよかった。私さ今日ピクミンのさ、ピクミン戦争をさもっと時間かかると思ってたからさ、お昼配信できないと思ってたらさできてしまった。できてしまったよ。夜も時間が今日は多分あると思うのでしますね。30分くらい。明日がちょっと何時にするかめっちゃ微妙。明日は山中湖でフェスなんですよ。でも HKT の出演時間が遅いので多分終わってから配信もできないって考えていた方がいい気がするから、いい気がするので、多分福岡の朝とか山中湖に行く前に多分バタバタしてそうだからちょっとだけ配信するって感じかな。にしたいと思います。アイロン私160度でやってます。
感じかな明日は。移動が大変そうだって。そうね、ちょっと大変だからね。大変そう。関東今雨すごいんでしょ。この前さ福岡のさ山中湖は配信があります。そう配信があるの。ニコニコ生放送で配信されるニコニコアイドルかな、博多誕生会と一緒の多分やり方というか配信のところでするので、現地に来れないよって方は、配信があるさイベントって意外とあるようで少ないので、ぜひ配信を買って、それは多分夜 HK って夜7時頃の出演出演だかな。夜ご飯を食べながらとかね、いい感じの時間で見ていてほしいなーってすごく思います。何の髪型にしよう、めっちゃ迷う。でも外だから汗かきそうなんだよね、マジで迷っちゃいます。でもその考えの人がいっぱいいるなら、みんな髪の毛を上げそうなので。しかも他のアイドルさんもいっぱい集まるんですよ。そう、他のアイドルさんもいっぱい集まってみんなでライブをするって感じなんで、どうしようかな。マジどうしようかなって感じ。本当にファングフェスの髪型結構私好きだったから。でもあの時人数少なかったんですよ。ファングフェス10人でしたんですけど、前髪しっかりやっていきましょう。マジでさ、髪の毛髪色暗くてさ、まっすぐすると本当自分で言うのもなんだけど、めっちゃ清楚って感じよね。激暗。リバハタリュート、
見。葵ちゃんも藤谷もありがとう。なんかちょっと目があれなんで、下に締め色を入れます。これをするだけで目が本当に大きくなるんですけど、ここにこういう茶色を目にとって、この目の下に重ねるんです。こうやってちょっと加工ように、こうやってこうするとこう目が下がって見えて、なんかちょっと面の印象違うの分かるかな。その方がね、下がって見えるんですよ。こっち何もしてないんですけど、ちょっとだけね。入れすぎたらちょっとあの病んでる子みたいになっちゃうからあれなんですけど、ちょっとだけ下に入れることでね。じゃないですか。頑張りのだって、頑張りの。よーし、さあそろそろ終わりにしようかな、私も。お仕事に向かわないといけない時間になったので、櫛も持っときましょう。櫛Thank you.
あ、よかった、戻ったね。で、なんでヤポッツ繋がったんだろう。突然の、私開いてないよヤポッツ。なんで。じゃあ今日は黄色ピクミンを買ったので、黄色ピクミンの色にします。よし、じゃあちょっとタワーを、わ、ちょっと見にくいかも。ではランキング読んでいきたいと思います。13位がなつさん、12位が眠たい、11位がビンパディ、10位がボーダー、9位がヨリカ、8位がハシムッチ、7位が赤いグリフォン、6位がヌリエカ、5位がチェン4位がビーバー、3位がトマさん、3位がトマさん、2位がハセボのてっちゃん、1位がじゃん、あおいちゃんでした。ありがとうございました。なんと今日はおいちゃんが初玉を投げてくれました。ありがとうございます。私に初めて玉記念日です。ありがとうおいちゃん。これからもよろしくね。1位はおいちゃんでした。はい、みんなありがとうございました。えらりなちゃんはみんなのおかげで準備ができたので、ピクミンも変えたので、お仕事を頑張っていきたいと思います。夜は多分すると思うので、ちょっと待っててください。お仕事とか頑張ってね。はい、では皆さんまたね。もうまだ12時だけど。今日も頑張ろう、頑張りましょう。